さあ今度はベラルーシ共和国のオルガ・ゴンタル選手です。13歳のやはり若い選手ですね。はい、非常に手足が長いという印象を皆さん持たれると思いますし、またそれと同時にですね、非常に柔軟性の高い選手であるということができると思います。表情も可愛らしいですね。そうですね、こちらのベラルーシ共和国のクリレンココーチのお話によりますと、このような選手っていうのは数多くいらっしゃるそうなんです。でその中からその新体操に、競技としてですね、向いてやっていかれる選手というのを選ぶんだというふうにおっしゃられていました。私たち日本人にとっては非常に羨ましい限りだと思います。その新体操の、見どころの一つがその女性の美しさといいますかね、そうですね、演技の中での美しさ、はい、この体の柔軟さ、そういうところがこう、非常にレベルの高い選手が揃っているわけですね。そうですね。また例えばさ、先ほどのですね、イバノバ選手もそうでしたけれども、年が若いんですが非常に選手として自立をしている。練習にしてもそうですし、競技の仕方にしてもそうなんですが、日本ではまだまだ中学生っていう年齢ではそうはいかないんですが、一人の選手としてきちんとした考え方を持ってやっているようですね。はい、ではスローモーションでもう一回。はい、この技はですね、潜り回転と言いまして、1回で高級の都市要素なんです。でこれを投げ上げの間に2回連続して行うということで、スーパーリスクというボーナスポイントになります。この技もそうですね、投げ上げの間に2回前転を行う。